ブライアン・ポール・バリントンは、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身の、元プロ野球選手。現在は、ミルウォーキー・ブルワーズの国際スカウト。1999年 MLB ドラフト37順目で、カンザスシティ・ロイヤルズから指名されたが拒否し、ボールステート大学へ進学。2002年 MLB ドラフト1順目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名され、 10月30日に入団。2003年、A 級ヒッコリー・クローダッズ、A 級リンチバーグ・ヒルキャッツでプレイ。2004年、a 級アルトゥーナカーブでプレイ。26試合に登板し12勝7敗、防御率4.10だった。同年のオールスター・フューチャーズゲームに選出された。2005年、AA 級アルトゥーナで開幕を迎え、5月に、 トリプル A 級インディアナポリス・インディアンスへ昇格。17試合に登板し9勝5敗、防御率3.28だった。9月16日にメジャー初昇格を果たし、9月18日のシンシナティレッズ戦でメジャーデビュー。1点リードの3回表西から2番手として登板し、1点1回を投げ1安打に失点1、死球1奪三振だった。 10月17日に故障した右肩の手術を行った。2006年、手術の影響で全休した。2007年、トリプル A 級インディアナポリスで開幕を迎え、26試合に登板。11勝9敗、防御率4.00だった。9月4日にメジャー昇格し、5試合に登板した。2008年、5月23日にメジャー昇格するも、 登板のないまま6月13日にトリプル A 級へ降格した。7月3日に DF となった。クリーブランドインディアンス時代2008年7月10日にウェーバーでクリーブランドインディアンスに移籍。9月8日にメジャー昇格し3試合に登板した。2008年10月24日にウェーバーでトロントブルージェイズに移籍。2009年 トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで開幕を迎え、4月23日にメジャーへ昇格した。4試合に登板し、5月6日にトリプル A 級へ降格した。オフの10月7日に FA となった。2009年11月24日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2010年8月15日のニューヨークヤンキース戦でメジャー初勝利を挙げた。 この年は13試合に登板し1勝4敗、防御率6.12だった。オフの11月24日に放出された。広島東洋カープ時代2010年12月7日に、広島東洋カープと契約を結んだ。2011年4月14日の阪神タイガース戦で8回を無失点で、初登板初勝利すると3試合目の登板となった四月十九日の、 中日ドラゴンズ戦では7回まで無安打に抑え、2安打完封勝利を挙げる。さらに5月5日の横浜ベイスターズ戦では7回を1失点に抑え、球団史上初の開幕4連勝を達成。5月13日の読売ジャイアンツ戦で黒星を喫し、開幕後連勝はならなかったが、4月はリーグ最多の3勝0敗、防御率1.96、同じく、 リーグトップのホイップ0.87の成績を残し、5月10日にはセ、セリーグの4月月間 MVP を受賞した。最終的に、チームトップとなる13勝を挙げ、200イニングをクリアし、QS 率は80%防御率2.42と、好成績を残した。2012年、1年間先発ローテを守ったが、7勝14敗と、大きく負け越した。 しかし、ピッチング内容は悪くなく、味方打線に泣かされる試合が多かった。2013年、前田健太が、ワールドベースボールクラシックの疲労もあったことから、初の開幕投手を務めた。前半は、昨年同様味方打線の無援護に泣かされるものの、後半は逆に崩れながらも、援護により、負けが消えるケースも目立つようになる。8月以降は前半終了時から、 防御率は大きく悪化したものの、無敗の7連勝を記録した。9月19日の阪神戦で、通算30勝目を挙げ、ネイサン・ミンチが持つ通算29勝の、球団歴代外国人投手通算勝利数を更新した。10月4日に9月月間 MVP を受賞。2014年6月1日までに7勝を挙げるも、打ち込まれる場面が目立つようになり、 勝ち星が伸びなかった。9勝止まりで、防御率も4.58と安定感を欠き、終盤は、デュアンテヒースの加入もあり、二ぐ落ちした。12月2日、自由契約公示された。2014年12月6日に、オリックスバファローズに入団することが発表された。2015年、二度の怪我に泣かされ、5勝に止まり。 12月2日に自由契約公示された。2016年、米球界に戻り、カンザスシティロイヤルズ参加トリプル A 級のオマハ、ストームチェイサーズでプレーしたが、その年限りで現役を引退した。2017年、ミルウォーキーブルワーズの国際スカウトに就任した。そのため、現在でも NPB の試合や国際試合を視察する、ため来日し、 一般客に混じっているところを目撃されることがある。2020年、ボールステート大学時代の功績を称え、ミッドアメリカンカンファレンスの殿堂入りを果たした。平均球速約時速1 4 1キロメートル最速9 4マイルパアワーの速球とスライダー、カーブ、チェンジアップを投げ分け、マイナー通算の良し球率2.68と安定した制球力を誇り、 セリーグのスコアラーからはゴロを打たせるタイプと評価された。チーム事情によっては、中4日での当板などを強いられることもあるが、コンスタントに成績を残す。2005年に結婚しており、妻との間には子供が3人いる。来日の動機についても、家族を養うのにお金が必要なことに加え、メジャーとマイナーを行ったり来たりしているとその度に、 引っ越しが必要で大変という理由を挙げ、ロイヤルズからも契約のオファーがあり残留することも可能だったが、家族のことを考えて広島を選んだと語っている。ありがとうございます。